どうぞこちらです。すぐに娘さんをお呼びしますからね。ありがとうございます、ミドラさん。あれ、あのお客さん誰かに似てない？うん、舞ちゃん、もしかしてあの人って。あの人が。ママ、本当に会いに来てくれたの？リリアナ。リリアナ、いいところに来ましたね。ちょうどお母様がいらっしゃったところです。あ、はい、ありがとうございます、ミドラ先生。この人がリリアナのお母さんなんだ。リリアナの面影があるよね。ママ、すごく痩せたから驚いちゃった。あの、病気はもういいの？もう大丈夫よ、リリアナ。ママ。ごめんね、リリアナ。病気のせいとはいえ、今まであなたにひどいことばかりして。母親らしいことをしてやれなくて本当にごめんね。ママ、私、私を許してくれるの？あれは悪魔と病気が悪くてママのせいなんかじゃないよ。ママはママだよ。
がとう、リリアナ。いい娘さんですね。はい、本当に私にはもったいない娘ですよ。リリアナ、すっごく嬉しそう。お母さんに会いたがってたもんね。うん、あんなリリアナは初めて見たよ。こちらが私の友達になってくれたマイさんとロットさんです。マイです。こんにちは。リリアナにはいつもお世話になってます。ごきげんよう、ロットと申します。リリアナさんとは仲良くさせていただいていますわ。リリアナと仲良くしてくれてありがとう。大したことはしてませんから。いえ、とんでもございません。こちらこそ仲良くしていただいていますわ。ロットは私の娘なのです。こちらこそ仲良くしていただいて、娘さんには感謝しています。まあ、そうだったんですか。本当によかったわね、リリアナ。うん、久しぶりに娘さんと会われて、積もる話もたくさんあるでしょう。日も暮れますし、今日はこのまま娘さんと同じ部屋に泊まられては。ありがとうございます、ミドラ先生。ミドラ先生もこうおっしゃっているし、泊まっていってママ。あら、そう。じゃあ、お言葉に甘えようかしらね。すみません。では一晩こちらにお世話になりますね。ええ。大したおもてなしはできませんが、ご自宅だと思ってお過ごしください。今頃リリアナはお母さんに思い切り甘えてるのかな。うん、そうだといいわね。あれ、リリアナかな。どうぞ。
すみません、お邪魔します。からこの部屋に来るなんて驚いたわ。舞ちゃんに確認し忘れていたことがあって。舞ちゃんってば、ロットに内緒で椎名さんと会ってたの？敷地内を散歩したとか言ってたのに。まあね、わざわざ言う必要もなかったし。そんな、舞ちゃんがロットに隠れて浮気するとか。ずるい！ロットも早朝に舞ちゃんとこっそり会いたい！浮気でもなんでもないし、大地、同じ部屋に住んでて何バカなこと言ってんのよ。あ、そっか、別の部屋じゃないとダメか。前で例の話題を出しても大丈夫なの？ロットはいいのよ。ロットはどうでもいいのよ。どうせロットには PC のことなんてわからないでしょってこと。あ、そういう意味か。まったく、 PC もネットもまともに使えないなんて、この町の人たちはどうやって暮らしてるのかしら。確かにこの町は随分と遅れてるというか、機械には疎い人が多いね。でしょ。まあ
それとは関係なく、ロットになら別に聞かれてもいいわ。え、ロットもいていいの？さらロットに隠すようなことでもないから。やった、嬉しい。それで本題なんだけど、舞ちゃんが持ち歩いている USB メモリについて教えてもらってもいい？その USB メモリが呪われた PC を開いた。なら、どうしても確認しなくちゃいけないの。USB メモリ？舞ちゃんが使ってる魔法の一種？ロットがそう思ってるだけで。魔法じゃないから。これよ。ちっちゃい棒？これで何ができるの？これはね、たくさんのデータを入れて持ち歩く入れ物なの。この中に本数百冊分以上の情報が収納できるのよ。シーナ、これかなり古い USB メモリーで、これかなり古いタイプのものじゃない？それしかなかったのよ。父の監視の目を盗んで手に入ったのは。聞いても面白くないし、ちょっと自分語りが入っちゃうけど、それでもいい？うん、構わないよ。もちろんだよ。舞ちゃんのこと聞かせて。私の家、もともとは4人家族だったんだけどね。
いろいろあって両親が離婚した時に、大好きな妹と離れ離れになってしまったの。うん、さなえちゃんだよね。そう、離婚した後家族を失ったショックで父は少しずつおかしくなってしまった。初めはただの過保護って程度だった。でもそのうち私が少しでも家から離れるのを恐れて怒り狂うようになって、父から外に出ることを禁じられた私は、慰めとしてスマホとノート PC を与えられたの。それを使って妹と早苗とメールのやり取りをするのが、あの頃の私の最大の楽しみだった。誰かに連絡して助けを呼ぶことを。できるけどできなかった。だって早苗を人質に取られていたから。私が逃げたら次は早苗を同じ目に遭わせるって。そんな顔しないでよ。早苗のためだったら別に平気。それに私には私の楽しみもあった。それがネットの世界。より深く誰も知らない場所へ行きたくて、いろんな場所へ潜り込んでみた。要するにハッキングね。気づけば立派なハッカーになってたわ。舞ちゃんの腕はそこで培ったものだったのね。発金ネット技術、これも魔法なのかな。で、ここからがその USB の話になるんだけど、ある時私はエニグマっていうゲーム会社のサーバー内に侵入したの。え、エニグマ社に？お、シーナも知ってるのね。まあ、結構有名な会社だったから。
ごい会社だったよ。サーバー内にあったのは夢のようなファンタジックなデータばっかりでね。私それに夢中になっちゃって、もっと詳しく知りたくて、どんどん奥へ奥へと潜っていったの。潜る？まあ要するにお宝を探すためにガーディアンに守られた要塞の奥へどんどん潜り込んでいったわけ。潜り込めちゃったの？あのエニグマ社のセキュリティを突破して？でも相手もさすがにプロだよね。侵入者駆逐プログラムに逆ハックされて、そこで全ての回線が遮断で、あえなく終了。せっかくサーバーから拝借したデータも全部消されちゃった。でも不思議なことに一つだけ見慣れないデータが残されてた。私がどんなに頑張っても開くことすらできなかった謎のデータ。ワールズキー。それがこの USB メモリの中に入ってる。もしかしてそのデータって、あの、他には何か残されていなかった？そうそう、データと一緒に名前も知らない誰かからのテキストメッセージがあったんだ。君がこのデータを開けることができたとき、世界で会おう。鎖を解き放て。話をしてくれてありがとう。本当に驚いたわ。エニグマ社をハッキングしたこと？うん。というか、実はその私エニグマ社の人間で、水無さんは私の先輩なんだ。エニグマ社の？そうだったんだ。え、なになに、シーナさんがクマ、え、クマ、クマなの？その話で確信した。マイちゃんが受け取ったメッセージとデータはおそらく水無さんが残したものだと思う。
舞ちゃんが水無しさんの PC を使えた理由が分かった。でもどうしてあなただったんだろう。話はほとんど分かんなかったけど、舞ちゃんがすっごく大変な思いをしていたのはよく分かったよ。それでも前へ進もうとするあなたに、エルストレインのご加護を。ありがとう、ロット。優しく抱擁するとこもいいです。水無しさんが舞ちゃんにキーを渡した理由はわからない。でもそこにはきっと意味があると思う。そして謎の先には水無しさんがいる。私も水無しって人にも会ってみたくなったというわけだから、これからよろしく。よろしくね。じゃあ、私はメイドの仕事があるから、これで。